参議院議員の西田昌司です。先日ようやく石川容疑者、そして小沢さんの秘書経験者計3名が東京地検特捜部に逮捕されました。そして昨日民主党の党大会がありましたが、これだけの状態になってもなお小沢さんは検察と戦うと言っています。そして民主党もこれを党大会で了承し、鳩山総理大臣に至っては小沢さん、どうぞ検察と戦ってくださいと言ってるんです。でそもそも鳩山総理は総理大臣として行政庁のトップであります。検察もその行政機関の一部なんです。行政庁のトップが自らの部下の検察と戦ってくださいというのは一体どういう意味なんでしょう。まさに鳩山総理には行政庁のトップとしての自覚すらないということであります。そして民主党も民主党であります。自らが政府与党として国民の大きな支持を得たと、それを根拠にしてその国民の声に逆らう検察で、これこそ権力の象徴であり悪なのだという、そういう論法を組み立てようとしているようであります。一部マスコミもそういう論調をしている方がおりますが、これ全くおかしな話なんです。検察は政治とは別の問題、政治とは別に巨悪に対していくら権力があっても間違ったものにはメスを入れていく、これが検察の仕事なんです。その仕事を行うことを国民の支持を得た政権与党だから、その幹事長だからといってそれに対して戦っていくというのは一体どういうつもりなんでしょう。まさにこういうことが許されてしまっては日本のこの民主政治はもう終わりです。日本はいつの間に北朝鮮やまた金正日のようなそういう体制になってしまったんでしょう。この当たり前のことがわからない民主党のこの感覚にも驚いてしまいますが、それに同調するマスコミ、まさにそういうマスコミの論調が実はこの民主党政権を作り、そしてさらに小沢一郎に対して、まあ、誤ったこの誤解を与えるような、まあ、こういう行動を取らしてしまうことになったんでしょう。私たちは次の国会始まりますけれども、これは徹底的に追及していかなければなりません。しかし一番恐れているのは、国民がまだ未だにこの問題の本質について気がついていない。それをマスコミが報道していないということであります。今日私はこの後、長崎県に行きまして、そこで自民党の大会に出て、小沢問題について徹底的にこの報告をし、中断して行ってまいります。そして、そのまま東京に戻りまして、明日からの国会に備えますけれども、いずれにいたしましても、国民が目を覚まさなければなりません。そのためには、我々自民党がしっかりと政治家が言葉を持って国民に説得していかなければならない。日本の民主政治を終わらせてはならない。そのことをぜひ皆さん方にご理解いただきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。